私は27歳の事務員、ユキ。同い年の夫であるコウタは、会社の取引先で営業していました。結婚した後も仕事を続けたかったのですが、夫から、仕事をすることは反対しないけど、家事もしっかりしてほしい、とお願いされました。金銭的にも問題なさそうだったので、私は退職して、家事に専念することにしました。それから数ヶ月後、家事に影響がなさそうな事務の仕事を見つけたのですが、それが悪夢の始まりでした。未だに年功序列が当たり前のこの会社、実力よりも在籍年数がものを言います。私の上司は私と2歳しか変わらない A 課長。中途入社の私と違って、彼女は新卒入社です。入社時から美人だともてはやされていたので、男性社員からの受けもいいんです。前の課長が退職したため、この部署で勤務年数が一番長い彼女が課長に昇進したのですが、彼女の主な仕事は上司や男性社員に媚びを売ることです。表計算やビジネス文書の書き方、手間のかかることは基本的にしません。彼女の仕事はすべて部下がするようになりました。そして褒められるのはいつも A 課長。この会社、まともに人事を評価できないのか?とある日、仕事終わりに夫と近くで評判のパスタ屋さんに晩ご飯を食べに行きました。時々二人で出かけて気分転換をしています。着席してメニューを見ていると、あれ?ゆきさん?と声をかけられました。あ、課長、お疲れ様です。あ、今、夫と一緒に晩ご飯を食べるところで。そうなのね。あなたがゆきさんの旦那さんですね。はじめまして。はじめまして。いつも妻がお世話になっております。あ、もしお一人なら、一緒にいかがですか?そうね。じゃあお言葉に甘えて、ご一緒しようかしら。その次の日から、A 課長はさらに仕事をしなくなりました。そして A 課長はいつも私が帰る間際に、この資料、明日までにお願いね。と言い残して、定時に帰社します。残業が大幅に増えたせいで、夫との外食はもちろん、晩ご飯をまともに作ることさえできなくなりました。そして給料明細には残業手当が1円も入っていません。A 課長に直訴しました。課長、先月は残業をたくさんしたのですが、残業手当がついていません。何かの間違いでしょうか?いいえ、間違いじゃないわよ。あなたのタイムカード通りになっているわ。それは、タイムカードを押した後に、課長が今日中にって、私に仕事を振っていたからですよね。あら、そうだった?いずれにしても、タイムカードで勤務時間の管理をしていることぐらい、あなたにもわかるわよね。総務部長や人事部長にも訴えましたが、あやふやな回答に終始、結局残業手当はつきませんでした。夫にこのことを話して、すっきりしたい。そう思っていたのですが、帰ってきたのは予想もしない言葉でした。ユキ、本当に働いていたのか?残業とか言って、まさか他の誰かと会ってたなんて言わないよな。A 課長のせいで大量のサービス残業をさせられた上、夫には疑いの目を向けられる。その日は怒りや悲しみで眠れませんでした。仕事も夫との関係もどんどん悪化していきました。私は夫との時間を大切にしたいんです。今の仕事量では自分の時間さえまともに取れません。残業代もつかないのであれば定時で帰りたいです。あなた、自分の言っていることがわかっているの?あなたの仕事の効率が悪いから残業するのは当たり前でしょ?今のお給料でも上げすぎだと思っているのに、
ふざけないでちょうだい。夫は私が晩ご飯を作れないことが多くなったせいか、外食が多くなりました。その頃はすでに二人で外食なんてことはなくなっていました。結婚当時夫は、たまには俺の料理でも食ってみる?と言って晩ご飯を作ってくれることもありましたが、今では私が遅くに帰宅しても、リビングでビール片手にテレビを見て笑っているだけ、お疲れ様など言ってくれることもなくなり、夫婦間が殺伐とした感じになっていきました。とある日、いつものように残業で疲れ切って帰宅したとき、夫からメールで写真が送られてきました。なんとそこには、夫の隣で微笑む栄華長の姿が。え?なんで栄華長と浩太が一緒にいるの?なんでって、そういうことだよ。私はいても立ってもいられず、夫に電話をしました。浩太、何がどうなっているかわからない。ちゃんと説明して。夫は電話をスピーカーに切り替えました。あなたは仕事ができないから、脳みそも空っぽで理解できないのよね。かわいそうに。じゃあ、私が教えてあげる。あなたが仕事できなくて残業ばかりするから、コウタが不憫で、あなたの上司としていろいろ話を聞いてたら、いつの間にかこういう関係になってたってわけ。あなたへの不満もいろいろあるみたいだし、この際退職も離婚もして、きれいさっぱりしたら?さらに、コウタ、私と結婚したいって言っているの。だから邪魔しないでちょうだい。お前の仕事ぶりは A 課長から聞いてるよ。ずいぶんのろまみたいだな。そんなんでよく仕事ができてるもんだ。 A 課長はお前と違って仕事はできるし、ルックスもいい。男なら全員 A 課長を選ぶんだよ。俺も含めてな。頭の中が真っ白で何も考えられませんでした。俺と A 課長は結婚に向けていろいろ話し合っているから、お前とはすぐに別れたい。慰謝料は請求してくれ。電話を切った時点で私は離婚すると決めました。夫と A 課長に慰謝料の請求してから、私は会社を辞めました。その際に今までの理不尽なこと、A 課長が夫を寝取ったことなどを総務部長や人事部長に言いましたが、やはりうやむやなまま A 課長は減給や降格などの処分もありませんでした。あなた何こそこそ言ってんの？負け犬の遠吠えでもしてるつもり？あなたが何を言っても無駄なのよ、ご愁傷様。眠れない日が何日か続きましたが、見返してやると奮起して新しい職場で必死に働き始めました。新しい仕事を始めて2ヶ月経った頃でしょうか。知らない番号からの着信がありました。この電話を取ったことが私の人生のターニングポイントです。これが彼らへの復讐につながるとはその時は想像もできなかったのですが、離婚から1年半ほど経った日、その日は突然訪れました。その日私はイタリアンレストランにいました。そこにあの二人が偶然来店したんです。A 課長は軽蔑した笑みを浮かべながら、あなた、ここで何してるの?一人でランチなんて寂しいわね。まあ、一緒にどうぞなんて口が裂けても言わないけど。と言い、二人で声を出して笑い始めました。どこで何したって私の勝手です。そして私、一人じゃありませんから。あら、どんな人が来るのかしら?あなたじゃまともな人なんてゲットできないから。あなたのお金目当ての紐でも来るのかしら?俺、近々課長に昇進するっていう内示をもらったんだ。
俺の歳で課長に昇進なんてなかなかないことだぜ。お前相当いい旦那に逃げられたな。などとずっと私のテーブルの前で私を嘲笑っていました。それからほどなくして整った顔立ちのビジネスマンがテーブルの前に来ました。やあ、待った？ごめんね、仕事が押しちゃってさ。その男性は私に微笑みながら話します。ちらりと A 課長の顔を見ると、明らかに顔から血の気が引いているのがわかりました。専務、なぜここに？この男性は A 課長の会社の専務でした。社長の長男として生まれた専務は、大学卒業後、海外で10年ほど修行した後、営業課長として会社に入社、めきめきと結果を残していました。その後は、様々な部門の責任者を経て、今は専務として、社内全体を管理しながら、10年以内には、現社長の後を引き継いで、社長に就任する予定です。ああ、A 課長。ここでユキとランチを食べる予定なんですよ。結婚式場に行く前に腹ごしらえをしようってことになってね。あと半年ほどしたら結婚する予定なんですよ。結婚？と、どういうことでしょうか。まさか専務がこんなボンクラと結婚？前の仕事を退職して2ヶ月ほど経った頃にかかってきた知らない番号からの着信は専務からでした。当時専務は人事部長をしており、事務室の明かりがいつも遅くまでついていることに疑問を感じたそうです。A 課長は、ゆきさんが辞めるときにすべて仕事を放り出したから、みんな被害を被っていると言ったそうです。専務からの電話で、私は A 課長にされた仕打ちをすべて話しました。専務は、ゆきさんは膨大な仕事量をこなすほど優秀な人材だから、近々僕の秘書として、うちの会社に復帰してもらう予定なんですよ。でも専務、私と一緒に働くことは、ゆきさんにとって酷なんじゃないでしょうか。私を見るたびに、元旦那のことを思い出して、仕事に集中できないのではないかと思うのですが。そしていよいよ、鉄槌が彼女に下る時が来ました。それなら心配いりませんよ。あなたは解雇しますので。ついにやった。どういうことでしょうか？彼女を雇うために、私が退職？そんな、バカな。それは違いますよ。あなたは会社の情報を漏らす、手助けをしていましたね。専務が営業課長だった頃、数人の部下から、会社の情報が漏れているようだという話があったそうで、独自でその件を調べた結果、総務部長や人事部長が他社に情報を売っていたことが判明しました。そして A 課長は人事部長や総務部長のしていることがバレないように資料改ざんなどを繰り返していたそうです。専務の鉄槌は止まりません。コウタさん、あなたにも責任を取ってもらいます。は？もともと元夫の会社へ情報を流していたのは人事部長と総務部長だったのですが、元夫と A 課長の結婚を知った元夫の上司が夫を取り込んで、今や元夫は社内一の営業トップセールスマンとなっていたのです。つい先ほどまであなたの件で、あなたの会社の社長さんと話していたので、ここに来るのが遅くなったんですよ。ちょっとコウタ、なんでこうなるのよ。俺だって上司に言われた通りにしてただけなんだよ。周囲の目も気にせず、二人の喧嘩が始まりました。私は、ご愁傷様です。どうぞお幸せに。と、ナプキンに書いてテーブルに置き、専務とこっそりその場を後にしました。私は元職場に秘書として復帰、無事に結婚もできて充実した毎日を過ごしています。
あのレストランでの一件があった直後、総務部長と人事部長、A課長はクビになりました。そして、元夫も彼の上司と共に解雇されたそうです。この事件は新聞でも大きく取り上げられたので、風の噂では引っ越しのアルバイトや建設現場の日雇い労働など、定職に就くこともできず、1ヶ月3万円のアパートでその日暮らしの生活を送っているようです。彼らには一生苦労しながら生きてほしい。このまま地獄に落ちてほしいと心から願うばかりです。